今日ちょっと子供のまたバレーボールの試合で今日は武蔵小金井に来ました。武蔵小金井って言ったら小金井公園あって、昔よくちょっとソリで来たけど、どっちかな、こっちなんか南口結構開けてる、スタバでもやってるか。じゃあホワイトチョコレートスノー、うん、ホットで、はい、正月仕様かわいいの鶴、コーヒーゲット行きますか。こっち北口ちょっとしばらく歩きます。もう少しはほらクリスマスじゃんね。おお、このスタバの蓋って口入れれるようになってるのか。なんかセブンとかついてない気がする。なんか飲みやすかった、猫舌だけど。歩きながらコーヒー飲むとめっちゃこぼしてカメラにかかって、もう大ショック、慌てて吹きました。ショックすぎて鼻水出てきた。頑張って。頑張れ。プレミアです。いや、試合終わりました。いい試合でした。じゃあちょっと新宿経由で戻ります。よいしょ。ちょっと新宿の小田急の前に。お腹減ったから。唐揚げ定食でも食べますか。唐揚げ、唐揚げと2つと出る。取り消しました。取り消したじゃん、もう1個押すんでしょ。これで2つで、スイカ発見中です。発見中です。唐揚げカレー、さあ、ちょっと腹減ったから食べよう。ああ、美味しかった。お腹いっぱい。こっちが15インチで、こっちが13インチなんです。そこも欲しいんだけどね。スペック的には15が。ちょっと大きいです。こっちが。こっち、右。ちょっと見てみますか。CPU もこっちのが左の方がいいし、動画編集するのは早い。ただこれは外付け付け、そう、10万チ。外付け付けるとこっちも早くなる。ドリキンさんが。混んでんの。すごいね。センター出しで出すのは問題ないから、センター出しに。次です。936番のお客様、前にお待ちいたしました。これだ。MacBook Pro 買っちゃいました。ありがとう。心臓がバクバク。ありがとう、買っちゃいました。変えてよかったです。早速帰ったら回復して撮りたいと思います。